ゴジラに手を振っています。冷蔵庫の、ね、扉からゴジラが顔出してると可愛い。あ、めっちゃ可愛い。ベン様もここにもスケバゾーロ肩に行くこれ、はい、キュー、おー可愛い。はい、ということで今すごくいろんなジャンルのアニメに囲まれて幸せでホクホクしてるオタクたちでございます、はい、どうも、あいえ、ひろかなです。中原です。はい、前世ぐらいからいろんな開封動画をやってまして、本当に、はい、本当に前世ぐらいからいろんな開封動画をやってまして、前回コナンくんで、前回コナンくんで我々がファーってなったやつで、今回ちょっと我がファーってなるものですね。中野のちょっとちょっとした雑貨のようなところで見つけたものでございます。はい、なんだろうこれ、あ、やっぱリアルポーズストラップ、アクションポーズフィギュア。ほう、リアルポーズストラップ、テテ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 バンダサーン、テテテテテ、かっこいい。え、かっこいい。袋から出そう。これ1個250円。だってもうこの時点でかっこいいじゃん。それで飾れる。あ、2種類あるんだ。おー、え、すごい。中野素晴らしいね。中野すごいよね、本当に。さすが宝の山や、宝の聖地。いやあ、お待たせしました。はーい、はーい、よいしょ。え、もうだって開けなくてもよくない？うん、開けなくてもこれだけですごくかっこいい。これで、よいしょ、こっち飾れる。え、めっちゃかっこいい。で、これ、うん、こっちかこんな感じで。すごいのが、この原作者モンキーパンチ先生コメント付き。え、本当に？で、種類がわりとあるのですよ。へえ、すごい。しかもなんかこのフィギュア、このこれが入ってますって教えてくれてるよ。すげえ。ちなみにこれね、ルパン。はい。多分モンキーパンチさんからのやつはどこなんだろうね。これ公開していいのかな。うん。それで飾れるようになってて、裏側は背景は絵になってる。はい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 。すごいわ。これあれや。缶コーヒーに、なんで、ジョージアのやつ。やつやな。あ、本当はジョージアって書いてある。そう。ジョージアとルパン、2007年。すごいの見つけた。コレクション。コレクション2007、ジョージア、ルパン。しかもこれ携帯ストラップにもなるし、へえ、え、めっちゃクオリティ高いね。うん、だし、そしてヨキ、ヨキ、それだ。なんか3個ぐらいに分かれて使える。そのままでフィギュアとして飾ってもいいし、この中にフィギュアとして飾ってもいいし、うん、あ、でもあれかな、ストラップにもなるらしいんだけど。ストラップになるのは物によるのかな。ルパン自体にはさせそうなところ特にない。なんかこれだと立ってるルパンだとこうやってなるらしい。ああ、なるほどね。あ、ちなみにこれルパンだけじゃなくて他にもあります。はい、とっつぁん、とっつぁんがいます。いや、もうだってかっこいいもの、背景がさ、かっこいいものだって。これちゃんと一人一人、そう決まってんのよ。これとっつぁん、ちょっと開けて。これ100円。ゴエモン安定の80円。安定の80円。次元さん150円。だけ。次、トジコさん。50円マジか。ちょっと一回全部開けます。これね、全部開けるとすごいことが起きることも分かったの。ちょっとお時間ください。あ、そうなの？そう。しかも、モンキーパンチ先生からのコメントが見当たらない。
そう開きました。モンキーパンチ先生、コメント付き、どこについてるのね。いや、見えてたのね。そうか、うん、コメントを探せ。なんか公式サイトに行ったらあったりするのかな。てか普通にこの周りにジョージアって書いてあったんだ。2007年なんだ。そう、公式サイトのアクセスはある。あ、あった、ここだ。ここ、ほんまや。なんかこういうものがございまして、こういうのがあるんですけど、これのここの部分、真ん中の部分にモンキーパンチ先生のコメントがあります。しかも一人一人違うんだ。子供について、釣り方警部について。すげー、すごい。じゃあルパンは、ルパン三世について。しかもあ、うん、上の文章は一緒だけど、真ん中のそのそれぞれのキャラについてのコメントが違う。すごい。外れてるわよ。これすごいわさ。ここにはめ込んでちゃんと。やるパンいいな、凝ってるな。すごい。愛されてる。するとね、背景ごと見られるっていう。しかもこのマジかっこいいクリップがついてるじゃないですか。そうそうそう、これがねすごいのよ。なんとちょんねんちょんねん、クリップ貸して。お、これがね、とっつぁんの背景とふじこちゃんとこえもんの背景が出来上がったんですけども、クリップでくっつけて立てられるってこと。そう、こういうことができるの。すごい、すごいよね。こういう風に全部くっつけられる。あ、ほんとだ。そう、だから3つの使い方があって、こうやって飾ることもできるし、このフィギュアだけ飾るのもありだし、なんか口を動かないでストラップにもできるみたいでね。これもちょっと前の。すげえ、え、それはすごいね。だからこれジョージアのこれ入れたまんまくっつけといた方が絶対かっこいいよね。うん、ちょっと待って、俺もジュニアさんちょっと出してあげるね。とはだけど、これこうして、あ、これで今こうなってるのを縦にも詰めるから。そう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 、凝ってるね。すごい、すごいかっこいいよね。これは作った人、企画した人がめちゃくちゃルパン大好きな人だね。こういう感じにセッティングすることもできる。かっこいい。ちょっとさ、ルパンさんの横にさ、次元さんがいます。よいしょ、バイバイに外してあげないと。いや、これすごいな。なんかこれすごい夢中になるね。ちょっとつけて、セッティングする。次元さんはこう、でもルパンさんの隣にトッツァンもいいな。そうなんだよこのトッツァンがすごいゴリラみたいで可愛いちょっと時々ゴリラになるよね。あれ、もう一個はクリップついてる。よいしょ、とっつぁん上かな、ここかな、うん、って思う。2つ使って
個で跳ねられると思うよ、ね、あ、まあ、確かに固定感すごいもんね、これそうそうそう、これさえ取れればいいんだけど、取ってつけてもらって、取ったらさ、この状態でさ、ゴリラみたいな感じだから、なんだろう、捕まってるのかな。確かに確かに。これこういう感じ、うん、それぞれめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいよこれ。こ取ったら この斜め上がよくない？ここがいい？取れると思う。いけるとは思う。いけた、いけた。でもここにちょっと安定欲しいね。あ、そうだね。ちょこちょこ。え、かっこいいこれ。え、めっちゃかっこいい。いいね、いいね。ちょっと。でれん、でれん。おわ、いいね。かっこいい。でれん、でれん、でれん、でれん。ダーン。素晴らしい。これすごい。ねえ。めっちゃかっこいいわ。いや、こういうのさ、ジョージアのやつすっごい気になってたけど、こんな感じなんだね。普通にいいわ、ね、超絶かっこいい、うん、これはすごい、いいね、しかもなんかみんなそれぞれ向いてるところが違う感じもいいよね。ね、いや、これすごいわ、いい。でもまだルパンがまだあるよので、次は楽しみですね。次はどんなシリーズなのか。楽しみで。うわー、いいね。いいね。置けないで。はーい。はーい、ということなので、これは中野にあったリバディさん。リバディさんの、ん？リバディさん？違う。中野の雑貨屋さん。そう、どっかにあった雑貨屋さんにあったジョージアのものです。いや、これすごい、うん、いいなぁ、かっこいい。うちのフィギュアたちと一緒に並べたいわ。ね、これはいいわ、かっこいい。はい、以上です、はい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。タカラでした。